ドラゴンクエストモンスターズ2イルとルカの不思議な不思議な鍵、実況者のエテポンゲと申します。よろしくお願いします。今回はね、みんなの通信広場ってのにね、ちょっと行ってみようかと思いまして、今ねちょっとオープニングから撮影してるのですが、行こうかとりあえずですね、知り合いからね、そのインターネットにつなげばなんか特殊なやつと戦えてなんかもらえるよっていうのをね、聞いたので、ちょっとぜひとも何かねいただけるのであれば、エーテクポンゲもね欲しいので、なんだこいつ、マルタ王の像に力がみなぎっている、通信状態はバッチリだ。あ、状態ね。あ、これがマルタ王なんだ。まだ見たことないんだけど。おっちゃん、博士のおっちゃん。みんなの通信広場へようこそ。プロフィールを編集するかい？もちろん。プロフィール作っちゃうか。名前を変更する。名前？名前を入力してください。こちらに記された情報は通信により他のユーザーと交換されることがあります。住所、氏名、電話番号などの個人情報、他者を差別、侮辱、誹謗中傷する情報や猥褻、その他不適切な情報の入力は避けてください。避けましょう。いや、名前は別に、ああ間違えた。なし、今のなし。称号を設定する。何これ、すべてでいいよ別に。あ、なるほどね、今まで獲得した称号をつけれると。砂漠の解放者。出身地を設定する。もちろんちゃんとね、アジアで、ジャパンの近畿地方、兵庫県出身でございます。ね、近畿地方ナンバーワンモンスターマスターなんでね、兵庫県民には負けるわけにはいかないからな。アバターを設定する。設定されたアバターはインターネット通信、ローカル通信、すれ違い通信のみで利用できます。またここで Mii を設定した場合、それらの通信を利用している間、ミーの名前が表示されます。いや、これは別にいいか、エテポンゲで。アバターの着替え。まあ、これしかないもんね。まあ、別にこのままでいいかな。設定完了。砂漠の解放者の兵庫県ナンバーワンモンスターマスターが、インターネットに突如現れました。何も考えてない。 Wi-Fi プレゼント、プレゼントデータのダウンロードは私にお任せください。ダウンロードを行いますか？はい、お願いします。プレゼントの鍵を、鍵の受け取り。はい。鍵もらえんの？本体の電源を切らないでください。通信の接続が完了しました。データをダウンロードしています。何かくれんのかな。本当にすごくありがたい。あ、見つかった、ナスビナーラの鍵。はい、マルタにある。知ってる。なんか鍵もらったよ。ナスビナーラの鍵。コードの入力。コードはちょっと知らないからな。Wi-Fi ショップ。何か買えるのか？はい。商品を入荷しています。しばらくお待ちください。ね？何が買えるの？楽しいね、これ。すごく、切断？はい、買いに来た。
たけえたけえよ。何も買えやしない。僧侶のすごいね、証系が売ってる。エースの証とかめっちゃいいんじゃ。ゴールドが足りません。ちょっと何か売ろう、何か売ろうよ。黄金の宝石なんか良さそうだしな、これ黄金の宝石。売るわけにはいかない。なんか魔導士、魔導士のコイン、魔導士のコインちょっと高い。魔導士の燻製肉、燻製1個しかない。え、1000円あったとしてさ、1000ゴールドあれば何買えねえよ。9000もたまらんて。無理無理。隣にいるのは太一の国の王様。最近いつの間に通信にハマって、え、最近いつのあい、いつの間に通信にハマっているんだ。なんか日本語おかしくね。最近いつの間に通信にハマっているんだ。詳しい話は王様に直接聞いてみるといいよ。太一王よ、どうした。そなたはいつの間に通信をした。あ、いつもいつの間に通信っていうのがあるのね。それはちょっと知らんかったわ、ごめんなさいね。ちょっと初見なもので。インターネット接続時にデータを自動的に受信するものじゃ。遠い世界を旅する特別なマスターたちとすれ違うこともあるそうじゃよ。データを受信したらこのわしもそなたにふさわしいいいものを用意しよう。いつの間に通信の設定は隣にいる側近のピエロに任せてあるからな。こいつメダル王だよね、大樹の王ってことはね、そういうことだよね。ちょっと設定してくれよ、頼むよ。いつの間に通信を使うとインターネット接続時にデータを自動的に受信できるようになるんだ。データを受信したら王様がいいものを用意してくれるらしいよ。いつの間に通信を利用してデータを受け取るようにするかい。はい、お願いします。うん、なんとなくちょっとよくわかんないけどやります。なんだろう。じゃあいつの間に通信を開始するよ。いつの間に通信はゲームを終了したり蓋を閉じたりしても行われるよ。れるよ。え、もういいのかなこれ。この先は観客席だ。選手たるマスターが行くべく場所ではない。行くか死ぬかどちらかを選べ。マスターならば早く受付を済ませて誇り高き選手として科学土壌へ上がるのだ。これが Wi-Fi グランプリ、 Wi-Fi バトル、バトルトレード。こっちはなんだ、こっちも同じこと言われんのかな。この先は観客席だ、死ね。口が悪いぞエテポンゲ。ここは何、バートルトレード。ここはローカル通信の受付だよ。ローカル通信を使って遊ぶ際はプレイヤーやモンスター、ミーなどの情報をローカル通信でやり取りするんだよ。ローカル通信を使い情報をやり取りしても問題ないかい。いや、ローカル通信はちょっとやらないよ。 Wi-Fi バトル、ここは Wi-Fi 対戦の受付カウンターです。 Wi-Fi 対戦に参加する際はプレイヤーやモンスターミーダロの情報を、インターネットで、はい、ちょっと待ってね。ここは Wi-Fi ランキングバトルの受付よ。ランキングバトルに参加する際は、え、もうランキングバトルってやってんの。ちょっと待ってね、ランキングバトルやってるんだったら参加したいな。あ、お尻触られるやつはないの。おばちゃんはいいわ。えい、くそくそくそ、あん、妥協したのに。ちょっとランキングバトルできるんだったらちょっとやってみようか。はい、それじゃあ改めて今日はどんなご用かしら。参加する、はい、お願いします。できんの、もうやってるとはちょっと知らなかった。出遅れた、しまったぞ。エテポンゲ不覚。開催中じゃないか。
なんてこったやろう。今回は、Wi-Fi 回だな。うん。あなたのユーザーデータを作成しています。あなたのチーム名を設定してください。チーム名か。うん、チーム名ね。はい。チーム名は、キンキナンバーワンマスター。やばいな。やばいな。近畿勢から反感を買いそうだ。目指せ最強マスターズグランプリ。ルール限定チャレンジャーズグランプリ。こっちからやろうか？マスターズグランプリユーザーデータ。ユーザーデータ？モンスターの確認？まあまあいいか、まあいいか、まあいいか。はい、お願いします。けどみんな強いんじゃないの？もう全クリとかしてる人いるもんね。だってあのコメントでもあのちらほら見ますけども、見てあのちらほら全クリしたよっていうのをはい確認しておりますが、本日あなた対戦チーム沖縄スーパービギナーズ、上画面に注目。冷静と情熱の爪牙。国が分かりません。バブルデンジャラス。国がちょっと分かりません。何 MUS と MDV って。どこ？どこ？さあ。ああ、燻製肉もらった。フルボッコにしてやんよ。フルボッコにしてやんよ。危険する。いや、やりますよ。危険なんてみっともないことは知りません。手強い対戦相手です。それでは Ready Fight。 沖縄出身のスーパー、ああ星の数、星の数が星の数が、しかし見た目ではこっちが勝ってるからな。やばいな。作戦はそのままでいけ。行き補足。これって、待て。これってコンピューターじゃないよね。なんだろうな、あのジョーカー2の時にあのランキングバトルよくやってたんですが、最初の一戦目っていうのはね、絶対にコンピューター戦になるんですよ。うん。なのでこれもコンピューターなのかな。いやけどコンピューターでしたら、その出身情報とかね別に出す必要もないしな。ボロ負け。フルボッコナウ。どこがスーパービギナーやねん。どこがスーパービギナーやねん。頼むで、ほんま。頼む、頼む。同じぐらい、同じぐらい。うわー、なんかもう、星の数が違う。もう、いじめだぜ、これ、いじめ。いじめはダメよ。頼む、なんとかちょっと一泡吹かせようぜ。近畿ナンバーギガブレイク終わったわ、もうこれ。ヘルコンドル、お前の執念見せてみろ。お前の執念見せろ。けど命大事にしてるからまたザオラルやって朽ちていくんだろうな。だよねー。おお、けど復活させたけど、復活させたけどもう勝ち目はない。強えよみんな。強くね？ガチ勢？みんなガチ勢か？マジで？うわぁ、ボロ負けだ。
いや大丈夫だ、バブルデンジャラスには勝てるであろう。勝てる勝てる、バブルデンジャラスには。すいませんでした。すいませんでした。なんつかこの、なんつかこれ、きっしょい。あー死ぬー。え、バブルデーモン、時々冥界の霧。やめろやめろ、マジックバーリア、ダークマッシャー、終わったー。さあヘルコンドル、お前の執念のザオラルを見せてくれ。執念のザオラルを、もうやめてくれ、もうもうやめてくれ、ヘルコンドルを攻撃するのはやめてくれ。もう終わった終わった、冥界の霧終わった。勘弁してくれよ。お疲れ様でした。本日の目指せ最強マスターズグランプリの対戦がすべて終了しました。3回の対戦による結果は0勝3敗でした。ざま。小さなメダルありがたい。まあ、参加しただけのね、価値はあるな。うん。フルボッコにされましたが。うん。はい。アクセスポイントを探しています。こりゃ参ったな。エテポンゲー。ちょっともっと鍛えなきゃいけないな。アップロードしています。ちょっとこれ毎日やろうか。うん。お待たせしました。それでは対戦結果を発表します。衝撃の対戦結果はこちら。なん、なにこれ、それなんだ、もう一回確認しろと。お前の負けっぷりをもう一度確認しろと。もうやめてくれ、もう。エテポンゲのヒットポイントはゼロよ。勝ちてねえよ。勝ちてねえよ。ルール限定チャレンジャーズグランプリ。ね、気を取り直していきましょう。ルール限定チャレンジャーズグランプリの今回のお題を発表します。今回のお題はパーティーランク限定です。星3まで。のパーティーの、おお、こっちなら勝てるんじゃないか。登録するモンスターに注意。星4なんで、どこで買えるの、ユーザーデータで、モンスターの確認。条件、え、お知らせでもう一度確認。いや、わかるんだけど、え、どこで買えるの？変え方が分かんない。あ、もうとりあえず変えてこいってこと？一回。一回出て変えてこいと？そういうこと？え、これちゃんと変えれる場所用意しとかんとダメだやつで、それは。ランク3に収めなきゃ。こうしたらどう？4だしな。はい。ほい。ほい。ダメじゃん。ダメじゃん。あ、間違えた間違えた間違えた、もう。やめてくれやめてくれ、もう。無理だね。まあ、とりあえず、ちょっと元戻していくよ。うん。ダメだね。モンスターをさ、これ設定する場所を用意しとかないと、ダメでしょう。この画面じゃね、できないもんね。あ、じゃあもうジャンプしないで。
じゃあちょっと Wi-Fi バトルの方やってみようか。ここは Wi-Fi 対戦受付カウンターです。これ一回やってみよう。はいはい。になぜ二度聞いた。そんなに弱いのに本当にやるのっていう意味か。バカにするなよ。いいね。アクセスポイント大丈夫だぜ。見知らぬ人と何これ、段位対戦、フリー対戦、コミュニティ対決、対戦、友達と対戦、見知らぬ人となんとかなんとか対戦、相手をチームセットアップ、これでいい。プレイヤーカード確認、ルール確認。自分のプレイヤーカードを表示しています。 B ボタンで戻ります。 OKOKOK。 あ、同じパーティーランクの人と当ててくれんのかな。やろうか。うわーけど全然強いじゃん。どうやら強いじゃんけど、やめたりはしないぜ。引き下がったりはしない。群馬の和井、負けはしないからな。絶対に勝ってみせる。メタルスライムいきなり倍切ると、やめてー、やめて、いきなり2倍はやめて。いけ。考えてるな。見た目はこっちもね、くじけぬ心をくじけるな。一撃でもいい、入れてみろ。ジバリア、くらえ。執念が切れた。ジバリアの発動は次のターン。よしよし、一泡吹かせたんで満足。なんていうねえ、この無駄くじけぬね。無駄くじけぬ。さあ、こっちが本命のパーティーだからな。秘密兵器を投入したからな。命令しよう、命令。モロバ切りだ。メタルスライムだけでも。やめろ。おお、耐えた。ちょっとマヒャなんとかはやめてよ。もうやめて。もうちょっと楽しもう。楽しもう、もうちょっと。もうちょっと楽しもうよ。いやー、2からのスクルト。負けは認めないぞ。お疲れっしゃー。参りましたー。マジか、つえーて、みんなつえーよ。変動はありません。あ、なんかそういうなんとかいいっていうのを持ってるのか。うん、あれパーティーランクとかじゃなくて、うん、そういうことかな。あ、ここに下にあるね。あの、段位かな？段位。新入りマスター。同じ新入りマスター同士で戦ったと。そこそこ盛り上がり中。そこそこ。まあ、苦い結果になりましたが、うん。まあ、仕方がないな、これは。こればっかりは仕方がないわ。うん。エテポンゲ、まだまだ未熟だったようです。よし、じゃあ一旦ここで、こっちのね、もう一個の方のやつはね、モンスター変えられなかったので、うん、また今度ね、通信する機会があったらやろうかな。うん、はい、そういうことです。今回苦い結果で、フルボッコに、されるばかりのエテポンゲでした。お疲れ様でした。